全国のみんな牛乳飲んでるかい？はい、どうも。どうも。ピーちゃんです。はい、ふみんです。まあね、はい、コロナの関係で、全国の学校給食が止まっちゃった影響でね、酪農家さんたちが苦労してるみたいなんで、ぜひ牛乳飲みましょう。だから買ってきたのか。まあ牛乳に合うものといえば、パンかな。まあパンですよ。パン。言わされてるか。最近ね、うちの親戚のね、法事があったんで、はい、その時にもらったらしいんですけど、島根の人だったら、あーってなると思う。パン。その名もね、法事パン。へえ。なんで？島根、鳥取、あとなんかね、岡山の一部もこの文化があるみたいです。これね、僕ちっちゃい頃からやっぱ食べてて、あ、そうなんだ。で、最近見ないなと思ってたんだけど、でね、ちょっとね、僕の調べが甘いのかわかんないんだけど、YouTube の検索で調べると、法事パンで調べるとね、一件もヒットしないんですよ。いや、だって別に法事でもらったもん紹介する YouTube はなかなかおないよ。え、これ中身の味は？まあそれもね、ちょっとじゃあ実際に食べてみます。あ、本当？やった。はい、島根金ちゃい TV。はい、はい、ちょっと出したんですけどね、はい、まあ松江の方も出雲の方もっていうかそっちが多分メインだと思うね。そうなんだ。で、出雲大社って、あんこと縁が深いんですよ。出雲の人材、人材がなまってぜんざいになったっていう説が、そういうこと？そう、っていうぐらい小豆と縁が深くて、法事の時の消え物として、もともと小豆餅だったみたいなね。で、小豆餅から時代の変化とともに洋食がこう戦後もてはやされて、で、パンってすげえシャレオツみたいな。で、それから定着したみたいです。じゃあ、せっかくなんでね。はい、いただきます。いただきます。おいしい。わ、すごい、なんかもう懐かしい、これ、結構量をもらうから、小学校時代の朝ごはんとかでさ、あーになる、すごい食べてたのよ。しかもいいね、なんていうの、甘すぎないから。そう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 、すごいパンと合う。まあ確かに牛乳飲みたくなるね、これでしょ。まあ麹だけじゃなくて、松江とかのスーパーとかだと、お彼岸とか、お盆とかにも蓮の絵が描いてあるフィルムに入ったジャムパンとかメロンパンとか、あ、いろんな種類が出るのね。いや、何してんの。ダメ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 。ダイエットしてるんでしょ。そうだった。だから今回、だからもう半分ずつにしようっていうことにしてるんじゃないですか。あ、何してんの。だからダメだった。バカ言うな。この人痩せる気ないですよ、本当。完全に忘れてたよ。最近完全に忘れてることが多いんだけど。さ、本当僕ばっかりダイエットしてるの良くないですよ。だって痩せなきゃまずいじゃん。まあ僕はやっぱ、まあ、いくつだったっけだって。42。やべえって。今だからでもね、今1ヶ月経ちましたよ。はい。なんと30代になりました。それでもよ。38です、今。うわ、変わんない。まあでも、着々と体重は落ちてますんで、糖質制限とか、そういうなんか小難しいことはいいんで、とにかくもうこれだけ頑張る。うん、これ、今日はこれだけ、今日はこれだけ、うん、そっか、やりきれませんね。まあこんな感じで、はい、ご当地グルメのご紹介でございました。まあ珍しく僕たちお酒じゃなくて牛乳を持って牛乳法事パンは全国で買えませんけど、うん、牛乳は買える。牛乳買える。ぜひ牛乳とパンでね。ね、まあご当地グルメっていうのはね、場所によって全く変わるもんだし、そうだね、ちょっと珍しいのがあるんだぜっていう情報も聞いてみたいので、ぜひコメントしてみていただけたら嬉しいです。はい、ぜひ。はい、こんな感じでご視聴いただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。